ただいて。いえ、とんでもないです。はい、あの前回のドラマーズトークセッションから、うん、僕あの8ビートのミスター8ビートの高橋さんをぜひ呼んでいただきたいなと。あ、そういうことで。ありがとうございます、はい、まさか来ていただけるとはちょっと思ってもいなかった。そうだね、ありがとうございます。柿がさ、あの多分スタンスパンクスに入ったぐらい、あのもう 4,5 年前だけどさ、ロフトで最初に会った時に、はい、もうお前らさ、スタンスパンクス4人お前らそこに座れとか言ってさ、はい、お前らとか言ってさ、ちょっと俺があの、なんつうの、ちょっとね、意見を一回したことあるんだよね。そうなんですよ。そうでもまあ、それ以来ね、ちょっと柿はね、すごいビビってて、そうなんですよ。会うたびに目をそらしたりとかお前らしてたんだけど、まあでも、ここのところ、その後ね、ずっとほら、はい、あの若手バンドでしてさ、結構頑張ってたから、はい、いい、よかったなと思って僕は見てたんです。ありがとうございます。やっぱね、最初のうちからさ、はい、あ、お前すごいななんて言っちゃうとこう天狗になるじゃん。 なるべくちょっと入ってきたやつはちょっとパコンと一発叩いとくと、はい、ちょっと静かになっていいかなみたいな。なるほど。あの先輩の心優しい気遣いだと思って。あ、それ入るわ。いや、でもあの本当にまたそのスタンスパンクが入ってから1年ぐらいの時に多分ライブを見ていただいて、うん、本当になんていうんですかね、8ビートっていうのを他のバンドで8ビートは叩いたんですけど、うん、その本当の意味での8ビートっていうのが全然多分できてなかったんですよ。それで高橋さんに、お前音がちっせーとか、こうだよビートはみたいなをちょっといろいろ言っていただいたんですよね。もう今日はね、とても緊張しましてね、あのいいよ緊張しなくて。僕ね、あの実はリラックス感だ、おしぼりがね、血だらけなんですよ。なんで高橋さんに会うために頑張ってヒゲを剃りすぎてね今出血してるっていう。アホかもね。いや、ほんとでも難しいですよね、8ビートってのは。深いですよね。深い、うん、多分ね、16ビートなんかよりね、深いかもしれないけど、あのね、やることがね、単純なだけに、あの、なんつうんだろう、高橋さん、そこのなんか8ビートにそのこだわった、これ、これやみたいな、いっぱいあるシャッフルもありますね、いろいろあるけど、俺がね、なんで8ビートにこだわったかっていうと、はい、やっぱあのテンポ速い曲っていうのは、はい、16ビートって割とほら、ゆるくていいじゃん。そうですね、スクーバーみたいな、そうですね、楽になるけど、半分で捉えられるから、大きなノリでいいじゃん。はい、だから、はい、すごい楽でいいんだけど、はい、8ビートってこうカチカチしてるじゃん、もうタタタタタタって切れちゃうから、ザッツくるから、結構早い曲って叩くときにもうそれをちゃんと維持しなきゃいけないっていう気持ちだけがあったから、おかず入れるとかそういう問題よりもそのビートをこうきっちり、しかもなんかその3分なら3分、4分なら4分の曲中こうずっとそのビートの感を維持していかなきゃいけないっていうのがあるじゃん。絶対に叩いたときは体力があるからいいんだけど、はい、本気になって叩いてると絶対にケツの方でさ弱ってくんじゃん。そうなんですよ。だからダメで、はい、これだとダメで、やっぱ思いっきりこうなんていうか、反対にこう先に行けば行くほどちょっとこう乗ってくるというか、前に行くぐらいな勢いでやってねえと。そうですね、うん、なんか確かにそうかもしれないです。曲のパワーがスポイルされちゃうみたいなとこあるんで、それをなんかすげえ気にしてた。だから俺ね、あのコンテストとか行ったら若い子がさ、2、3曲ずつやるじゃん、大体2曲ぐらいずつか、はい、もうさ、あの気合入りすぎてんだと思うんだけど、はい、叩いてるうちにさ、こうなんか体中がさ、こう金縛りにあったみたいになって、はい、こんななっちゃってさ、はい、最後までこうだんだんヘナヘナになるやつが結構多いのよ。あ、そうなっちゃいけねえと思って、力が、あのなんていうの、入れる、込めるっていうよりも楽にこう叩けて、なおかつ速いテンポでもう、ね、180超えても全然一定でガーって叩けて、もうふわーとかって気持ちよくいけるようにみたいなことをよくよく考えてたら、やっぱり体にこう力入れちゃダメなんだよみたいなのがだんだん分かってくるんだよね。もうこう、もう割とダラッとしてやんないと、ダラなんだ。闇雲に叩いても絶対にドラムって上手くならないから、自分が下手だなって、なんで俺がここのとこで上手くできないんだろうってことを考えながらやるやつの方が絶対上手くなるんだよ。そうですよ、あの、うん、やっぱ考えないとダメ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 ですよね。なんでこういう風にしたらこうなるんだろうみたいなことを結構突き詰めて考えたりとかしないと上手にはなれないっていうか、なんかちょっと叩けるからもうこれでいいやって思ったら大間違いで、そこにはもう奈落の底みたいな、もう深いさ、もう延々と一生叩いても到達できないようなあのものがこう見えないんだから、もうそうですね、そう、まま、黒くなってますもんね。まあ、何も見えないけど、まあ、いやいや見えるようにですけど、見えるようにみたいなさ、うん、行くしかないなっていうのがあるよ。だからすごいな。お母さん、そういえば、はいはい、乾杯をしてなかったんですけど、乾杯、いいですか、させてもらっていいですか。ありがとうございます。